皆さんこんにちは、私大福と申します。よろしくお願い申し上げます。ということで、新ポケモンロコン急行の能力を徹底解説してみた。どんどんパン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 。はい、ということで、待ちに待った新ポケモンロコンちゃんとキューコンちゃんでございます。結構推しの人が多くて、すごい性能気になっている人多かったんじゃないですかね。皆さんの期待を裏切らない、めちゃくちゃいい感じの性能になってるんで、ぜひ最後までご覧ください。動画の構成の方こちらになっております。まずはロコン急行の能力の方を紹介していきます。そしてその次に、まあおそらく皆さんちょっとこの能力知ってる人、気になる人は多分爆風とかと比べてどうなのとかが気になるかなって思うんで、他のポケモンとの比較で、まあそのあたりについても解説していきたいと思います。そしてその次に、まあスキル面の考察ですね、スキル面の考察をしていきまして、そして食材面の考察もしていきますと。でその後、まあその辺の考察含めてまとめて、まあ僕の所感の方を述べさせてもらって、最後にまあ厳選すべきかどうかについてちょっと話の方をさせてもらえたらと思います。さあ、それでは気になる能力の方を早速見てみましょう。こちらです。ドドンと。キューコンの方の能力はこれになっておりますと。睡眠タイプはスヤスヤで、元気エールですと。で、ゲージ、ちなみにゲットに必要なゲージ、キューコンは20ゲージ、そこに書いてないんですけど、すいませんと。で、得意なものは木の実タイプ。ついに来ました、新ポケモンの木の実タイプ。本当にありがとうございます。イワークぶりかな？めちゃくちゃ嬉しいですね。結構ずっとね、食材とかスキルとか、なかなかちょっと課金寄りなところが多かったんですけども、まあ、ちなみにロコンが5ゲージの厳選可能なんで、ついにみんなが厳選可能な、無課金アカウントとかでね、イワークとかかなり辛かったんですけども、ようやくなんかええ感じな新ポケモンが来てくれましたね。で、若草のトープ洞窟で出ますと。で、スキルの方が原型レスですね。なんとキュアワーちゃんと一緒と。最近強化された原型レスが、ここでまさかの伏線回収2回目と。ランダムで他のポケモン1匹の元気を回復するで、まあ元気が低い子に、まあ狙いが定まりやすくなるっていうのアップデートが入りましたと。で、レベル1で14、レベル2で17、レベル3で22、レベル4で28、レベル5で38、レベル6で50という回復量になっておりますと。まあ元気オール S が、まあレベル6で、まあ 18×5 の90なんで、それに比べるとちょっとあれかもしれないですけども、ただ木の実タイプについてるスキルとしてはやっぱり強いですよね。基本はスキルタイプについてたスキルなんで、ここで木の実型の原型レスが実装されましたと。さあ、そしておそらく皆さん気になるのは、スキル確率と食材確率かなっていうようなところだと思うんですけども、こちらレノンクス様の、ポケスリ攻略のサイトを出展参考にさせていただいております。ありがとうございます。で、まあ暫定データであるんですけども、キューコンの方が食材確率の方が 16.55% と、まあ爆風の方が 20.8% なんで、まあ、それよりはちょっと少ないかなっていうような感じになりますね。で、スキル確率の方が 2.5% っていうような感じになりまして、まあ、リーフィアが 5.9% なんで、やっぱり正式なスキルタイプと比べると、ちょっと低い半分ぐらいになってるかなっていうような感じですね。ちなみに、進化前のロコンの方はこんな感じになっておりますと、まあ、木の実タイプの、まあ、標準的なところというか、まあ、こんなもんかなっていうようなところになっておりますね。で、能力の方続きなんですけども、ヒメリの実というところで、炎の実ですね。まあ、めちゃくちゃ強い木の実ってわけじゃなくて、18分の11のエナジーで、まあ、めっちゃ強いわけじゃないんですけども、まあ、ただ、まあ、爆風と一緒なんで、炎タイプなんで、一応そういう風な感じになっておりますと。で、食材の方、まさかの第一食材は大豆というところですね。今大豆の料理、まあ後で言うんですけども、大豆の料理ね、結構ピンとくるもんないんですけども、ただし第二食材がとても偉い。第二食材は若草コーンですね。しかも2個、ありがとうございます。これはめっちゃ偉いですね。これは嬉しいと。ロコンはコーンじゃないみたいな話のコメントが結構あったんですけども、まあ本当にコーンでしたね。はい、びっくりしましたと。で、お手伝いスピードが、2600秒、爆風が2400秒なんで、ちょっと差があると。ただしこの差、おそらく爆風はエナジーチャージっていうのは、まあそんなめっちゃ強いわけではないスキル、まあ強いんですけどね、ちゃんと上げれば強いわけではないスキルっていうようなところと、で、それに対する原型っていうのは結構スキルタイプの結構強いスキルになってくるんで、その差がこの200秒に現れてるのかなっていうふうに思います。最大所持数は23個というふうな基本能力になっております。ちなみにロコンの方をパッと見せるとこんな感じになっております。お手伝いスピードが4700なんで、まあさすがに急行に進化させた方が、まあさすがに結構強さは変わるかなってところですね。雨が80個と炎の石が必要っていうような感じになります。さあ、それではこちらを他のポケモンと比較っていうようなところしていきたいと思うんですけども、レベル50メインスキルレベル3機体チェッカーモデルで、いつも通りトドゼルが先輩に来ていただいています。先輩いつもありがとうございます。カビゴンの好みの興味を一前提で計算していて、食材ラジは A 個体の食材に食材の数ボーナス 25% のレシピレベルかつレシベル41を想定と。で、スキルによるエナジーも加算して、 E キャンプチケットはなしというところになっておりますと。で、まあ毎回言ってるんですけども、この合計ラジは食材エナジーとスキルのエナジーも足してるんで、皆さんが機体チェッカーで測るときにこれが比較できるわけではないのでご注意ください。で、トゼルガチャの方こんな感じになっていて、では、キューコンちゃんどうかっていうようなところなんですけども、一応こんな感じになっております。で、スキルなんですけども、元気エールなんですけども、これ元気エールのエナジーについては他のポケモンにかかった時にどうみたいなのが結構難しいので、これ元気エールの5分の1分だけ自分に乗っています。まあ、5分の1の確率で自分に当たるというふうなところで、この総回復力の5分の1だけ自分に乗ってる計算で計算されています。なので、まあ、スキルがその5分の4分は他の
人にかかるんですけども、それが数値の合計に入ってないんで、ちょっとそこは過小評価になっています。ただし後ほどちょっとその入った場合どうなのっていうようなところは計算してるんで、一旦ちょっと今はこれでご覧くださいと。で比較してみるとやっぱりその分が足りないので、ちょっとやっぱトドゼルガとかには劣ってくるかなって感じですね。一番下のね、あの一番強いパターンで見ると、まあ4000ぐらい変わってくるかなってところで、でやっぱりということはやっぱ爆風にも劣ってくるんですよね。5000ぐらい劣ってくると。ただしこれやっぱスキルが入って入りきってないっていうようなところなんで、総回復量っていうようなところがちゃんとその合計に入るとちょっと話が変わるんで、まだもうちょっと見てほしいなっていうふうに思います。でまあガラガラと比べるとそれでもこうなりますね。ガラガラはね、元気チャージ自分に入るんで全部自分に乗ってるんですけども、それでもキューコンはね、それ自分に乗ってなくてもガラガラよりも強いってところで、やっぱり強いポケモンっていうのは間違いないんですよね。で皆さんおそらく一番気になるのは、じゃあその元気エールが乗った場合にキューコンってバクーンと比べてどうなのと、そういうところがまあ気になるかなっていうふうに思うので、ちょっとまあいろいろと仮定を置いてにはなるんですけども、ざっくりと計算してみました。で例えばまあちょっと単純化のために申し訳ないんですけども、パーティーが無補正キノミエス爆風4体とそのレベル3のキノミエス無補正の9個1匹っていうようなところで考えてみました。でするとまあ原型ルレベル3が爆風4体とあと9個1匹にまあ均等にかかるというふうな仮定のもとでいくと、まあ5分の4は爆風キノミエス爆風に元気が回復して、でその5分の1は9個に回復するっていうような感じですね。で総回復量っていうようなところが、さっきの表の無補正キノミエスのところで30だったんですよね。30と、なのでその5分の4の24分は爆風に回復で当たると。で残りのまあ6っていうようなところですけど、それはもともと計算に入ってます。それはもともと期待チェックの計算に入ってるんで考えなくていいと。そうした場合に、じゃあ爆風が24回復した場合にお手伝い回数ってのは 61.12 以下になるんですよね。で回復なしの場合は 58.11 回という風なところで、でお手伝い行ったあたりのエナジーが、まあ、食材プラス木の実プラススキルっていうところを含めると約554エナジーなんですよね。それでいくと、まあ、大体3回ぐらい増えるって 3.01 回なんですけども、増えるっていう風なところで、まあ、約1668エナジー増加するんですよね、その原型によって。でさっきのようなキノメス無補正のケースだと、キューコンは28523の合計エナジー、爆風が32172の合計エナジーですよね。でキューコンに、まあ、1668エナジーを加えてやると、まあ、31091で、まあ、爆風にはやや2000ぐらい劣るかなっていうふうな計算結果になりますと。で、まあ、だから爆風より弱いかっていうと、そういうわけじゃなくて、例えばこれ運用面の自由度っていうのはめちゃくちゃ上がるんですよね。例えば、まあ、キューコン3体、まあ、キューコン3体爆風雲でヒーラー抜きのブースターとか、こういうパーティー、まあちょっと極端ですけどね、爆風のところを食材の誰かにしたいなっていうようなところあるんですけども、そういうようなところで、まあ、ヒーラーを抜くっていうようなところであったりとか、あとはまあそのキューコンを1匹入れてることによって原型炉を発動させて、でそれでかかったこうパーティー夜抜けるんですよね。寝る必要がなくなるんですよ、元気が高元気なんで。でその子の代わりに欲しい食材の子を入れるとか、そういった感じでパーティーの変更っていうようなところが効いてくるので、それの自由度の流れがこの2000の差に出てくるのかなっていうふうに思います。まあ、あとはやっぱスキル自体がポテンシャル高いんで、元気の回復系のスキルって、まあ別にエナちゃんも似たような話ではあるんですけども、レベル5、レベル6の時にぐんと上がるんですよね。そういったところで、まあ、禁断で使うことはなかなかないかもしれないけど、押しで使うとかは全然ありで、そういった人で、まあ、スキルレベル6の、回復量50にしたらもうほぼヒーラーですよね。そういったリーフィアをヒーラーにしてる人も周りにメンバーさんにいるんですけども、っていう風なところ、まあエナジーチャージよりもやっぱスキルとしてはやっぱ強いので、その辺の分での打ち消しになってくるのかなっていうところで、その差はあるというところです。だから、爆より劣ってるって話ではなくて、自由度とか含めるとキューコンはやっぱ面白いポケモン、強いポケモンかなっていう風に僕は思います。で、まあスキルの話だったんで、スキル面の考察を続きでやると、やっぱリーフィアとかと比べるとやっぱね、そのスキルの発動回数変わるんで、金太に使うんだったらやっぱスキルタイプの方がいいっていうのは結論ではそうなんですけども、一応こんな感じの差ですね。まあ無補正で 1.37、まあ倍ぐらい違う。リーフィアだと 2.9 回っていうようなことで倍ぐらい違うかなっていう風なところですね。ただしキュアワーちゃんよりは強くて、強いというかスキル面では結構発動してくれて、 1.37 と 1.26 というところで、キュアワちゃんよりはなんか意外とスキル面強い、まあ、キュアワちゃんの方がなんか強いようなイメージはあるんですけども、ただまあ確率、まあ暫定の確率に乗っとるとこういう風な形になっております。でまあスキルについての結論なんですけども、リーフィアなどのスキル型ほどではないと。でまあ優秀なヒーラーがいる場合はやっぱり過剰になる可能性がある。原型をやることによってもう過剰やりすぎっていうような形になるので、ヒーラーとダブル運用みたいな感じになってちょっと過剰だなと、優秀な場合はね、なるかもしれないんですけども、ただヒーラーがちょっと心待ち的に追加でやるって分にはめちゃくちゃいい感じかなと思いますと。ただし、まあ、ロコン複
数でさっき言った通りヒーラー脱ぎのパーティーを組むであるとか、そういった形で可能性は広がるね。そういったところで運用面の面白さっていうのは出てくるなっていうふうに思います。で、食材の考察に行きましょう。食材面なんですけど、食材確率がね、やっぱ 16% 台ということであんま高くないんで、24時間お手 SPM だとして、まあ大豆が、まあ第1代に大豆でも、17.3 個。大豆コーンだとしたら大豆5個、コーン 10.4 個なんで、やっぱちょっと心もたないかなってところはありますね。まあ偉いんですよね、食材が。で、大豆もしくは、コーンが入ってるレシピってこんな感じになっていますと。大豆って今のところやっぱ作りにくいんですよね。ネギとの組み合わせが多かったりしてて、ネギってやっぱ手に入りにくいとか、ネギとキノコ、忍者サラダ、忍者カレーってそうじゃないですか。やっぱちょっとね、難しい食材が大豆なんですけども、まあただコーンはめちゃくちゃ偉いんで、大豆食材コーンだとめっちゃ嬉しいですね。コーンあるだけでめっちゃ嬉しいし、まあトープとか若草の時点で最近始めた無課金の人でもロコンはゲージ5なんで、そのコーン解放ができるというふうなところで見ると、めちゃくちゃ偉いというところですから、ね、料理についてまとめると、現状大豆コーンの組み合わせがないと。まあ、大豆とコーンの両方包含する組み合わせがないっていうところは、ちょっと爆風に劣るとこ、爆風って生姜とね、ハーブなんでめっちゃ偉いんですよね。あれってレンコンカレーとか、ね、包含してるんで。まあ、ただし、大豆食材のコーンはあまりにも偉いです。それを打ち消すぐらい偉いですね。まあ、数こそ少ないんですけども、補助としてね、1日10個手に入るだけでも結構嬉しいと。他のね、キテルグマちゃんがちょっと心持たないとかいう時にめっちゃ嬉しいんで、まあ、割とありかなと。で、これはちょっとまあ、なんだ、期待感を含む邪推ってところなんですけども、まあ、大豆の復権を期待していいんじゃないかなと。大豆コーンのレシピが来る、予兆として見れるのかなっていうふうに思っているんで、まあ、ちょっとね、今、バンギラスちゃんとかが、ちょっと大豆バンギラスちゃんが輝きにくい現状を、なんとか打破する、大豆レシピの復権に一筋の光が入ったと見れるのかなっていうふうに思ってるんで、私はめちゃくちゃ楽しみにしてますね。では、この辺を踏まえて、まあ、私の所感の方なんですけども、まあ、久しぶりの木の味方新ポケモン、マジで嬉しいですね。しかも、厳選がしやすい5ゲージありがとうっていうようなところですね。まあ、ただ、単純火力とか食材構成を考えると、強さ的には爆風の方が安定感は正直ありますよね。あと、使いやすいっていうようなところのメリットがありますと。ただし、純ヒーラーとしての使用など、運用の幅は9コンが優れている。さっき言った通り、まあ、9コンパを組むであるとか、あと、まあそうですね、ヒーラー1個は組んで、枠的にヒーラーってやっぱ、食材的にきついじゃないですか。それを開けて、他に入れられてあまりにもでかいメリットなんで、そういうのができたりとか、まあ、元気150、朝150になって夜までめっちゃ元気な子がいたら、その子を交換して別の子を入れるみたいな、そういう運用ができるみたいな、幅がめっちゃ広がるんで、そういう意味では、まあ、爆風の方が火力が単純火力あるかもしれないですけども、そういう意味ではめちゃくちゃおもろい、幅が広がるっていうようなところでは、爆風を超えてくる逸材かもしれませんね。あとは、まあ、大豆の復権お待ちしてますって感じですね。所感としては、まあ、めっちゃ強いかな。うん、めっちゃ強いと思います、こういうの。まあ、若干変わるんですけど、似たようなところで、ピクシーって結構似てるなって思って、ピクシーってスキルタイプの指を振るみたいなのがありつつ、なおかつ、木の実タイプで稼げるっていうのとかね、使ってみた感じめっちゃ強いんですよね。やっぱスキルタイプ系のスキルを持ってる木の実タイプってめっちゃ強いっていうような実感なんで、まあその子は僕スキルレベル M で木の実 S みたいな感じなんでおもろいっすよね。まあスキルレベル M 木の実 S が嬉しいとか、そういう厳選の幅が広まるって点でもめっちゃいいかなと思います。じゃあ厳選の話いったんで、厳選の話なんですけども、軽く触れとくと、まあ基本は木の実型なんで木の実 S が良さそうかなっていうふうに思います。ただしスキルアップ系も結構嬉しいですし、でスキルが強い木の実型ってことはお手スピ系が価値上がるんですよ。お手スピ系がスキルの、その、まあ、お手伝いスピードが上がると、お手伝い回数で思考回数が上がるんで、スキル発生の思考も上がるんで、なので、お手スピ系の価値は高いですね。ダブル相乗効果みたいなのがあるんで。で、まあ、キュアは同様、いろいろな方が考えられそうと、スキルガン上げ型の超ヒーラー型であるとか、まあまあまあ、シンプルなのはやっぱ木の実 S、まあ、あとお手棒みたいな、超、ガン強型みたいな、それがまあやっぱいいかなと思いますけど、ね、木の実 S、ガン殴り方がいいかなと、それで補助でヒール系がいいけども、まあ別にお手スピ M とか、スキルレベル、さっき言ったようにスキルレベルアップ M、木の実 S、まあ、お手スピ上がってるみたいなんで、両刀型みたいなのもめっちゃできますね。で、まあ、おそらく皆さん気になるのは厳選していいかなんですけども、5ゲージで強いんで、優先順位高めの厳選でマジで OK だと思います。僕、無課金アカウントの方でも、まあ、もちろん課金アカウントではもうめちゃくちゃ取ります。20匹は取りたいなと思ってるんですけども、まあ、あれかな。無課金アカウントの方でも、日の嵐とロコンいたらさすがに日の嵐優先するんですけども、進化回数とかあるからね。進化回数爆風の方が多いし。まあ、ただ、まあ、そのロコン1匹で、他に、まあ、人影であるとか、そういったところだったらロコンを優先するぐらい、それぐらいの優先順位高めかなと。人によっては別に日の嵐の厳選終わってたらロコン優先した方がいいとか思いますし、日の嵐とロコン並んでてロコン取る人がいてもいいなと、推しポケ補正とかで全然それで覆るぐらいの強さだと思います。なのでそれぐらい、厳選していいのかなっていうようなところが僕の意見なんで、ぜひまあ一つの参考にしてもらえればと思います。それでは皆さん、久しぶりの厳選しやすい新ポケモン、マジでありがたいですね。たくさんロコン取って皆さんのところにもいいロコンが来ることを祈っております。炎帝ウィークに向けて炎ポケモンの強化頑張っていきましょう。それでは皆さん、おやすみ。今日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。
それでは皆さん、おやすみなさい。